ビューっていうより答えがです。みなさんこんにちは。チャオジェイナです。わーすごい。ありがとう、呼んでくれて。いやこちらこそです。そう今日はねもうスペシャルゲスト、もう大有名なの声優さんのジェイナです。もう分かりましたよね、分かりましたよね。私のコスでも分かったかな。はい、手柄やってくれて嬉しい。そうそうな嬉しい。男の気持ちがやばい嬉しい。嬉しい。そう、あのジェニアさん声出してるのくだらちゃんのキャラクターのちょっとアレンジテーマコスプレっていうか、本当一日でアレンジ、ね、アレンジしてたんですよ。ありがとうございます。ちょっとだけ自己紹介していただきます。はい、はい、ロシア出身ジェニアです。日本で2005年14年間声優、タレント、歌手、いろんなお仕事していて、代表作はガールズ&パンツァのナレ役と、あと結構 NHK さんでロシア語講座、そうですね、今ロシア語好きなどなどしています。あとコンサートとか、なんかロシアで言語学のコンサートやったり、はい、おーすごい、うん、でもこっちはイタリア語の言葉とかわかりますか？歌のレッスンの時オペラを歌ったり。わーオペラ。あ、そうですね、オペラはイタリア語。なんかね、アプリゲームでこう、うん、車を擬人化にしたゲームがあって、あ、フィアットをやったことがある。あれあれ、シャナーココレクション。そうそうそう、あれ私もやってた。何人。え、私はイタリア人のアルファロメオジュリエッタの声を出してた。やばい、同じ人格の人が見られない。やばやば、ほんと。じゃあもう度胸者です。もうやばー、興奮しちゃうんですよ。ほんとね、なんかいろんなお仕事をこう、ロシアと日本つながりがあるお仕事をメインにやっています。うわー素晴らしい、よろしくお願いします。ということでジュニアさん、今日来てくれて本当ありがとうございます。いやいや、盛り上がりましょう。盛り上がりましょう。やっぱりね、オタクとコスプレイヤーとしてやっぱり緊張してますよ。ちょっともう心の中でキャーってなってたんだけど、2回目だもんね。もう2回目ですよね。っていうか、ゆうは何しにポーネ出たんですよね。で、私も昔ゆる子ちゃん見たことある。こんなあるんだもん。いや嬉しいやなあ。じゃあ同じ経験とかとしてたし、ね、でコスプレもしてたということですよね。そう、その時はクララのコスプレをもうコミケでやってたけど、実はもうあのコミケで2004年とかもっと前、本当日本に来る前からもうコスプレしたりして、うん、わすごい、もともといっぱいコスプレしてた、まあ、若かったのとやりたかったから。あ、でも本当のゆりこちゃんレベルの本当のコスプレイヤーと自分であんまり思ってなくて、いやいやいや、私の中ではコスプレイヤーという人は本当ガチでちゃんとやって、タレントがありすぎて、もう声優って結構大変じゃないですか。声優をやる外国人は私の中でジェニアさんしかわからないので、もうジェニアさんも少ないね。少ないですね。それなぜ日本で声優をやろうって思ってたんですか？そうね、もともと多分もう声優とかそのコスプレとかその前には一人のオタクとしてただアニメが大好きで楽しんでいて、でも私はこうやっぱりおしゃべりとか歌が好きで、あのこう声でこうアニメに貢献したいって思って、はい、こうなんか関わりたい。あと外国人の声優さんは私にはこういないと思っていて、でも当時本当に日本育ちの人とかしかいなかったと思う。あー、そうですね。だからこう誰もまだやったことないことをやってみたい。あともう一つの質問、どうやって声優さんになったんですか？そうですね、もうあのとりあえずもう流れいろいろあってこう日本に引っ越して、うん、やっぱり声優事務所を探して、もうオーディションにかこう行くにもまず事務所がいてないとなかなかそういうオーディションがないので、あとも制作会社とつながりもあって、うん、でそう、まあ、いろいろつながってきて入れてもらって、やっぱりこう日本に来てとにかく仲良く、いろんな人こう業界の人と仲良くなって、うん、でやっぱり翻訳とかロシア語の翻訳とかしていて、あのブラックラグーンという漫画がもともとバラライカをやってて、ちょっと大好き。その中でバラライカとかのロシア語のセリフを訳していて、おーすごい。ラグーンの英語をやってる金光さん、ダニエルさんがいるんですけど、はい、うん、彼がエヴァンゲリオン の英語のセリフも担当していて。なるほどですね。エヴァの劇場版でロシア語も出したいっていう時はもう私がオカンダらしくお願いしてくれて、うん、そしたらこう画面に出てくるロシア語だけではなく、音も欲しいって、こうなんか喋ってるセリフも欲しいから、ジェイナもやらないかっていうオファー来て、私がエヴァに出るのって本当に
絶対なんか、絶対なんかもうすごい、もう今でもすごいことだなと思ってて、あのもう収録終わっても本当映画館で見て、でも最後にこうクレジット流れるんだけど名前が間違ってるそういうオチがあって、それがなんかもういい思い出だな。なるほど、なんか面白い、面白いよね、面白い話。逆にありがとうございます。こうやっぱりクラーラは初めて、もう名前も出てる レギュラーというかそのメインのキャラクターで、はい、ちゃんと分かりやすい、みんなあクラーラの人ねっていうのは。そうですね、でもそこまでやっぱり10年かかったんですね。あた10年あ諦めない、諦めちゃダメということですよね。完全にもう下からずっと続けたものが勝つって。バン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 。でも外国人としてどこが大変だったんですか、声優やってる人。いや今もだけど漢字とか、漢字もだけどイントネーションも難しいし、いや日本人の役まずはなかなかもらえないし。なるほどですよね。外国人だったりロシア語喋ったりとか、声優のお仕事する上では結構、まあ、日本語の発音とか、うん、イントネーションとかどうしても言えない発音とか、ありますよね。詰まってもどうしてもそれ何テイクとか撮っても言えないとか。最初に来た時は声優になったらアニメのお仕事をやるとかって思ってはいたけど、うん、アニメのお仕事よりは他のお仕事の種類が多くて、例えば外国の映画の吹き替えとかは実はすごい仕事が多くて、海外ドラマとか。ああ。でもそれって出てもあまりクレジットにならないし、これなかなかみんな気づかない。自分で喋らなくても発音指導のお仕事すごい多くて、アイアンマンとか、なんか X メンとか、おうおう、そういう映画の必ずロシア人のキャラクターちょっと出て、そう、ちょっと出てくるよね。出てくるから、その声優さんとか女優さんとかにこのロシア語の発音を教えたりしてる。声優だけのお仕事とかじゃなくて、じゃあ自分できること、本当に関連してることを広げていけば、うん、一緒日本でお仕事をつなげていけるねって。声優さんをやりたかった時にどんなキャラとやりたいとか決めてたんですか。もともとセーラームーンだと。きっかけだったから、やっぱりこうセーラームーンのこう声とか ねこうキャラクターたちの声入れたかったし、ラブライブが好きで、あそもそもオーディションに行けるチャンスはあんまりないかもしれないけど。なるほどですね。でもあのね、芸人の一人じゃなくもう誰かのお母さんとかでもいいから。なるほどね。動物でもいいから、動物でもいいから。やっぱりあのゲームとか、ゲームももともと好きで、でもアニメにハマる前からゲームが好きで、マリオとかやってて、そうですね、ゲームのお仕事ももちろんしてるけど、うんうんうん、ゲームシンフォニーのコンサートで例えばファイナルファンタジーの主題歌とか歌ってすごい嬉しかった、うん、わー素晴らしい。私もちょっと聞きたいんですけど、ここだいけない、今歌うか難しいですか。わかるかな、メロディーズブライフ。わかりますよ。ちょっとやってみて。いいですか。溢れるこの涙も輝く勇気に変えて、命は続く夜を越え、疑うことのない明日へと続く。やべやべやべ。いやでもイタリアの人の前に歌うの恐れ多いよ。いやいやいや、もう素晴らしかったよ本当に。もうイタリア人みんな歌うまいイメージしかない。いや私下手くそ。ちょっと言っちゃダメ。皆さんもなんか歌を聴きたいだったら CD とか作ってますよね。あ、そうね、このコミケとかにも CD を出してて、お今日もちょっと持ってきた。わあ可愛い。このイラストわかるよね。ね。あのイリアさんです。イリア、ね、もうね、今日本で売れっ子のイリア、売れっ子。そうで、あとなんかね、彼もなんか6年前ぐらいのコミケを出会って、すごい可愛い、もう目立つけ大成功になってる。私も頑張らないって人だから、同じロシア人としてこう無理やりにお願いして、ね、3枚ぐらい買ってる。わあ、こっちはロシアのアーティスト。おしゃれ、これおしゃれな感じ。もう日本に知ってほしい。ね、もともとやっぱり歌ってみたというか、まだそのジャンルが存在しない頃から自分で歌ってみたりとかしてたけど。なるほどですね。それはまあコミケで、私もあの8月10日のコミケの2日間出るんで、ちょっとツイッターで、ポケットに自分でまだ僕の番号も入れて、はい、全然ここに流れます。あ、お願いします。ここ来てください。なんか
今バンドもやってて、おおすごい、シンフォニックメタリックみたいな感じで聞きつえちょっとあんたの CD はちょっと最近わーすごい、ちょっと探しに行きます、よろしくお願いします、またあげるありがとう幅広いですね。例えばね、ここに私も声優さんになりたい人がいたらなんとかメッセージとか、あーなりたい人、はい、いやもう多分声優さんでもこの歌手さんでも何でももう諦めないで、とにかく勇気を出してこうやってみることが大事で、そうですね、私なんかはとか思わないで、うんうんうん、もうやってみてダメだったらまた次のことやってみて、次のことね、うん、でじゃあやってみたけど、例えば声優になりたかったけど声優はちょっと違うけど、じゃあマネージャーさんやりたいとか音響制作やりたいとか、世界でもつながってるんですよね、どこかに。あめっちゃわかります、いいメッセージです、自分にこうね合ったことをこうまず探すことが大事です。そう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 、もう私もまだ何本当は一番に何やりたい多分そういうのなくて、いろんなことやっぱやりたいし、ので皆さんもぜひ皆さんもやりたいことをこう、うん、今日やってください、今日諦めないで、今日とりあえずやってみるか、確かには大事、素晴らしいメッセージをいただいて本当にありがとうございます。で最後ちょっとわがままのお願いがあるんですけど今日はねクララを着てて、ね、もうやっぱりどうしてもクララの声を聞きたいんですよ、ね、やったよ、せっかくだから やりましょうよ、はい、いいですか。そう、私もお手本を見せるから、それゆりかちゃんこの姿で、はい、再現をすることじゃあちょっと長いから一回皆さん、はい、カチューシャ様、お先にどうぞ。それではごきげんよう。ザ・プラフド。かっけーの、おーやばすげー、もう取り上げちゃったんですよ。次はゆりかちゃんだよ。いやちょっともうずっと待ってもっと待ってカチューシャ様、お先にどうぞ。はい、カチューシャ様、お先にどうぞ。それではごきげんよう。それではごきげんよう。最後ザ・プラフド。ザ・プラフド。ザ・プラフド。ザ・ド。ド。ザ・ザ・プラ。プラ。フド。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 ザ・プラフド。ド。ド。ザ・プラフド。言えない。ザ・プラフド。デイに言うの。ザ・プラフド。じゃあ覚えたかな。はいはい、ザ・プラブド。なんか違ってる気がする。もう一回、はい、あのね、クララがどんな気持ちでその言葉を言うのか、カチューシャに道を譲って、そうですよね、じゃあ元気でねって言って、最後にプラブドのために全てを捧げるという気持ちで、はい、わかりました、わかりました、はい、やってみてください。はい、もう一回で聞いていいですか。ザ・プラブド。ザ・プラブド。ザ・プラブド。はい、ザ・プラブド。そう、だいぶ良くなる。本当よかった。悲しくなります。なんかちょっと悲しくなりました。そう、叫ぶのに悲しいっていうのは結構、ま、なんか元気に叫ぶのは簡単だけど、こう叫んでるのに最後の言葉なんで、ね、そう、ガルパンはさ、なんか世界の設定としては爆発するけど誰も死なないって。そうですね、優しい世界なんで。優しい、めっちゃ優しい世界。はい、本当にね、このわがままのリクエストを聞いてくれて本当にありがとうございます、こんなね、こう作品こう好きでいてくれて嬉しいし、皆さんもね、今6月15日からその最終章の第2話、はい、クララはね、もうチラッと映るぐらいで、あとなんかカチューシャのポスターでロシア語書いてるの、ちょっと私が翻訳で、あ、本当ですか。わー、それでさ、見るときにわーって思います。また最終章の今後 の、はい、の回にまたプラウダたちが、プラウダの皆さんが出るの、ちょっと楽しみ、うんうんうん、いいね、いいなと、楽しい、はい、まあ、コミケにも遊びに、はい、ゆりこちゃんもたくさん応援してあげてください。本当ありがとうございます。私も、はい、あの行きますなんですけど、8月の12日、最後の間違ってたんですけど、ずっと間違ってて、私 4日間、そう、最後の日12日は私も間違えたし、駐車場の申し込み忘れた。はいはい、なかなかよくあるあることだな。で、その時は私は逆に初めてオリジナルのコスプレを初心者出しますよ。今までが
なんか全然写真集とかそういうオリジナルコスプレとかでたまたま受かってやったーとか感じなんて多分たまたまじゃないできる子だけど いやでもないでもないでもない、ね、めっちゃめっちゃ夢の子も知ってたから私は、なんかもうあでもやってみようってすげえ簡単でほらやってみよう大事だからやってみるは大事やってみたら分かったそう、ね、そうやってみたからコミケ初めて6年間の後にでも出しよう、うん、うわーってな感じの気持ちいやもうみんな来てみんな買ってあげて、はい、ぜひ会いに来てください、よろしくお願いしますじゃあロシア語の最後の挨拶教えてね、はい、やりましょうバイバイはパカ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 かわいいパカ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 めっちゃかわいい、はい、簡単じゃあせーのパカパカ